週間天気をお伝えします。冬型の気圧配置が続き、日本海側はすっきりしない空です。北日本の日本海側や北陸は雪や雨が降る日が多くなります。じわじわと増える積雪や路面状況の変化にご注意ください。太平洋側は日差しが届く日が多くなります。ただ来週の中頃は南の海上を低気圧前線が通過するため、雲が広がりやすくなります。2日水曜日から4日金曜日頃にかけて、特に西日本中心に太平洋側でも雨や雪が降る可能性があります。お気をつけください。沖縄は湿った空気の流れ込みや前線の影響で雲が広がりやすく、時々雨が降ります。また全国的にこの時期らしい寒さが続きます。防寒を万全にしてください。週間天気をお伝えしました。この後の最新の気象情報はウェザーニュースのアプリからご確認ください。